シアターシンクタンクバンカの、次回最新公演でございます、チューリングコード、生まれつき涙を流せない男の話というお芝居を、3月27から29、芸術創造館でやります、どんな話かといいますと、今回は携帯電話のアプリを作る話です。SF の方に切りました、現代ではありません。 SF のお芝居です。少し不思議と書いて SF です。で思いますが実は違います。本当に SF をやります。SF のお芝居でなおかつお客さんが身近に感じていい話やなと思えるお芝居をやっていこうと思いますので、よろしければご覧になってください。今回小さな女の子が出ます。森夢乃ちゃんっていう小学生の女の子が出ます。頑張っております。頑張ってます。本当に頑張ってます、はい、前回は2013年2年かかってます。これを見逃すと次いつなのかわからないし、新しくなるマーカーですので、ぜひ、もの珍しくてもまあ何でも一度見ていただければ嬉しいなと思います。そしてちゃんと今回エンタメ系のお芝居ですので、あんまり難しいことを考えなくても、まあ説明はまあこう難しいこと言って跳ねんなぐらいで流していただいても全然大丈夫。いやいや一生懸命覚えてはるんですよということで、じゃあよろしくお願いします。